たですね、本当にもう、はい、なんか大阪のお客様ってものすごくこう、いつもこう元気が良くて、で盛り上げてくださるんですけども、まあ、最終日っていうこともあって私もかなり盛り上がってて、それで、まあ、でももちろんライブの撮影があったので、その盛り上がりの中にも緊張したような状態でやってたんですけど、今まで今年は10公演あった中で一番ハプニングが多くて、なんでこの日にこういうことが起こるのみたいなことが結構あったんですよね。だからまあ余計になんか思い出深い最終日になったんですけども、結構ドキドキする場面がありましたね。毎回もうオープニングでこう最初の音楽がこう始まってきて、レーザーがこう来て、そうすると今年はちょっと地下の方でって毎回すごい緊張してるんですけど、まあ、今年もすごく緊張しまして、で会いたいとか結構ファーセットの部分を使う部分も多かったので、声の調子をきちんとしなきゃいけないっていうんで、結構夜寝る時とかも気遣ったし、毎日の生活も風邪をひかないようにとか、移動の電車の中でも肩を冷やさないようにとか、すごく気遣って、で毎回緊張しました、コンサート。草原はもうここ2年2、3年ぐらい毎回リクエストを蛍の草原歌ってっていう声がすごく多かったんですね。それでそうか、蛍の草原かやってみようかなと思って、それはもう蛍の草原に関しては皆さんのリクエストもう歌ってっていう声、今年はやってみようかなっていう。笹舟のように最初に曲が上がってきた時に曲をこうまあ聴いて、あもう絶対これだなってすぐピンときたんですね。それでまあこの曲調だったらこれは絶対に切ない恋の歌かなと思って、で自分の中でこうイメージをこう組み立てていった時に、会いたいっていう言葉がスーッと浮かんできて、それで人を思う気持ち、こう人を愛する時会いたい気持ちっていうのを言葉にしてみようと思って、すごくこう早く出来上がったんですけど、だから人を思う気持ちってものすごくこう純粋でシンプルなことかなと思って、でそれを難しい言葉じゃなくて優しい言葉で書いてみたんですけど、抱きしめ、
すごくあの曲好きだったんですね。でデビューしてあれをレコーディングした時もすごく好きで、ずっと好きだったんですけど、ここのとこ全然歌ってなくて、だけどなんかサンシャインで明るくポップにってこう選曲していた時に、これは絶対プレゼントを今年 やりたいなとか、もうぜひ皆さん聴いていただきたいと思って、すごく自然にポッと出てきたんですよね。デビュー前半の頃ってのは必ず歌ってたんですけど、ある時からこう歌わなくなって、でちょっとこう恥ずかしいんですね、あの歌を歌うの。なんか分かんないんですけど、ある大人になりかけた時からスコール歌うのが恥ずかしくなっちゃって、分かんないんですけど、それでちょっとやめてた時期があったんですけど、大人になってしまったらまた大丈夫になっちゃって、それで皆さんにスコール歌ってってなんかこんとこ言わせたんですけど、ちょっと恥ずかしいなと思ってたけど、やってみたらすごい気持ちよくて、もうなんかこれはもうアンコールにはもう絶対ふさわしかったんだなっていうか、それも皆さんにまた教えていただいて、これからもスコールやっていこうって思いました。それではここでちょっと私ヘッドセットを外させていただいてよろしいでしょうか。そして上着も脱がせていただきたいと思います。ちょっと失礼いたします。すいません。はい、それではその間に原田真さんにおしゃべりをしていただきたいと思います。お願いいたします。ただいま実況中継させていただきたいと思います。ただいま聖子さんの髪にマイクが引っかかっております。今かなりですね、実は深刻な問題になってました。私ちょっとあちらの方でやらせていただきます。まあちょっとウィッグをつけてまして、その下にヘッドセットっていうのをまたこうつけてて、で一曲ダンスが終わったらヘッドセットを外してハンドマイクで歌うっていうような状態なんですね。でいつもはそこでスルッと取れるんですよ。じゃあヘッドセット取らせていただきますって言ってこう外すとスッと取れるのに、その日に限ってもうこんがらがっちゃって全然取れなくなっちゃって、もうどう引っ張っても取れなくて、なんだビデオの撮影なのになって思いながら、もうこれはもうしょうがないと思って、ちょっとよろしいですかって袖に入ってやったっていう。だからああいうことがやっぱりライブ生ものなのかなっていう。でもまあいい思い出ですね。今になってもその時は結構さーってなりましたけど、今考えるとまあいい思い出かなっていう。私はこう25年やらせていただいて、やっぱりこう皆さんの心に、皆さんの人生になんか残るようなやっぱり音楽を作っていくことが、まあ私のしたいことだし、やっぱり夢だし、だから常に皆さんの心に届くようなやっぱりいい歌を歌っていきたいですね。それだけですね。はい。